皆さん、こんにちは。ソレア心理カウンセリングセンターの高間です。今日は、ある虫は怖くないという話です。これ、なんだかわかります？これ、セミのつもりで書いたんですけど、なんか変ですかね、ちょっとね。今、選挙中で、期日前投票に行ってきて、なんかちょっと汗かいてて、こんな格好で申し訳ないです。蒸し暑いですよね、今日。ようやく少し雨が上がって、蒸し暑い梅雨の一日ですね。ちょっと停止します。今、虫の話をしたら虫が入ってきました。でも、このまましておきますね。どうも、この虫は、カナブンのようです。今日は虫の話です。ある人がおっしゃってたんですけれども、虫というものは苦手だっていうんですね。虫嫌いな人多いと思います。なんていうのかな、この形の中にごちゃっとなんかいろんなものが詰まってる、それ想像しただけで、怖くなるとおっしゃってました。ただその人は、ミツバチとかクマンバチとかっていうのはなんかふわふわしていて、あんまり怖くない、むしろ好きだとおっしゃってました。で、セミも嫌いなんですけれども、ある時、蜘蛛の巣にセミが引っかかってたらしいんです。で、バタバタやってて、羽バタバタやってて、で、そのセミ発見したら、どうもそのセミと目があったらしいんですね。で、なんか助けを求めているような、そういう気がしたので、その人は蜘蛛嫌いなんですけれども、蜘蛛の巣を、除去して、その蜘蛛の巣からセミを救出してあげたとおっしゃっていました。ここで、そうですね、この今日のこの話と心理学の話とどう関係するのかというと、その恐怖症の克服とか、それは別の話でしようと思うんですけれど、そういう話ではないです。要は目が合ったっていうことなんですね。目が合うと怖いものもそれほど怖くなくなるという話。要は意思疎通ができるというのはとても大きなことだということです。目があって嫌いな虫と何か、テレパシーなんだか分かりませんが、意思疎通ができた。これがその人の恐怖をダウンさせていくんですね。これをその愛着障害の話まで拡大させるのはどうかと思いますけれども、愛着障害の人も人と、接することが恐怖である、意思疎通できないことが恐怖である、ここが起点になっていますので、起点はもっと昔ですね、自分の養育者と意思疎通できるできないというところ、その恐怖。普通の人は意思疎通してますから、そんなに怖くない、そういう話になります。ですから、嫌いな虫を見た時に、これと意思疎通できるかな、ちょっと視線と視線を合わせてみる、ということも、なんだか面白いことなのかもしれないですね。普通の人は、
犬とか猫 とかはやってるんだと思うんですね。それを少し虫まで広げてみる、ということです。今日は、ある虫は、怖い、あ、怖くないですね。ある虫は怖くない、ということを話しました。それや心理カウンセリングセンターの高間です。じゃあこれからこの金分を外に逃がしてあげたいと思います。